時は1600年、日本は東西に分かれ、関ヶ原で戦ったという。徳川家康の東軍と、石田三成の西軍やな。結果としては、東軍の徳川家康が勝ち、その後には江戸時代が続いたという。それで、いきなりその話をしたということは。そう、今回は渦巻きの世界で遊んでく。いやなんで？関ヶ原の流れやないん。ということで、今回は関ヶ原、こちらで新たに追加された同盟要素を使い、東軍西軍で戦ってもらって、本当に強いのはどちらかを決めよう。もう史実やと、東軍の勝利って決まってますけども。ふっ、やってみないとわからない。もう決まってるんやって。1600年は、まだ北海道は開拓されておらず、そのため今回は必要ない。北海道がもったいない。当然当時の琉球、今の沖縄も必要ない。もしかして爆弾落としたいだけ？はて、それではやってく。お、大名がたくさんや。1600年の勢力図を参考に、ある程度史実に寄せる形で配置。正解とかようわからんけど、戦国時代っぽさはわかるわ。武将かっこいいって思う人は、ぜひ高評価してね。だから誘導下手すぎん。それではざっとで紹介。九州は黒谷鍋島、小西と島津といった、歴史に名を残す大名がたくさん。あれ、大友って、この時代もおらんのやない？何の話？いや、大友って朝鮮出兵で、領地取り上げられたんじゃ。ふっ、言うと思った。え？これはあえて、あえて、あかねちゃんみたいに、得意げに訂正する人をニヤニヤしながら見たくてね。性格悪すぎやろ。お次は真ん中。真ん中でくくる人に釣られたのか。ここらも有名な武将を配置。突っ込みたい。真ん中はちょうど、東軍と西軍の勢力の真ん中。きっとここらで、激しい戦いが行われることだろう。楽しみ。関東からは東軍の勢力が多くなり、徳川家康をはじめとする数々の勢力を配置。こうやって武将たちの名前があるだけでも楽しいな。最後は東北。ここらはそのほとんどが東軍。主戦場になるだろう。関西からは遠いけれど、このゲームならではの土地に対する兵力が豊富。いわば東北は東軍の主力、九州は西軍の主力となるだろう。久しぶりにまともなワールドボックスや。釣られたクマ。うっせ。彼らの同盟だけれど、史実に寄せて組ませてみた。お、なんかそれっぽいで。もちろん東西どちらにも所属しない大名もいる。そのため彼らは中立に。日和見やな。東西の名前の通り、西側には少しの東軍しかおらず、反対に東側にも少しの西軍しかいない。東北にも西軍の大名おったんや。ちなみにどこの大名が東西のどちらに所属しているかはこの通りである。お、なんかかっこええ。西日本もこの通り。九州におった東軍は加藤と黒田やったか。秀吉の子飼いが東西に分かれるって物悲しさを感じるよね。それはわかる。ちなみに西軍の大将は琵琶湖のほとりに所領がある石田三成や。みっちゃん友達。そして東軍、こちらは関東地方に本拠地がある。徳川家康やリエッチ。だから友達。それでは開始しよう。いざ、最後の戦国時代を楽しもう。お、やっと始まったな。早速だけれど、中立の彼ら、それが西軍に宣戦布告をした。はい？西軍は東軍より兵力が少ない。よって西軍にとってこの戦いは、かなりラッキーなものだろう。確かにな、ここで中立を吸収できれば、東軍に兵力で追いつけるかもしれへんしな。おっと。みっちゃん滅んどるやないか。争っていれば滅ぶこともある。ここでみっちゃんが滅んだのもそ想定内。慌てすぎやろ。想定外や間違いなく。2000対700の戦いで、西軍が圧倒すると思っていたけれど、西軍は一時上杉が、滅亡間際まで追い詰められるまでに、中立の勢力強いな。だけれど、ここまで戦っていたのはどうやら関西の兵。続々と九州の兵士が到着すると、中立は押しに押され、同盟は崩壊。中立もその勢力ほぼ全てが、西軍に吸収され、最後の所領を落とされ、地図に残るのは、西軍と東軍のみとなった。中立強かったな。西軍でも手こずるとは思わんかったわ。そして、とうとう西軍と東軍が開戦。お、やっとるやっとる。当然ながら、東北で孤立した西軍は、周辺の東軍からフルボッコ。当然の帰結やな。
反対に九州にいる東軍、彼らもフルボッコかと思ったけれど、意外なことに耐えている。さすがは黒谷加藤や、メキ戦の武将やからな。そう簡単にやられなさそうや。四国にいる八須賀家も頑強な抵抗を見せている。やっぱ東軍強いな。イエッチの本拠地がある関東では、中立の領地を獲得した西軍、ここら辺の勢力と上杉が奮闘している。おお、真田はすぐに飲み込まれてもうたみたいやけど、その代わりに、北関東と新潟が抵抗しとるな。この遅延行為は大きい。今のうちに西軍は、力を蓄えられるもんな。その西軍は九州の黒田と加藤を滅ぼし、その地盤を盤石なものとしている。四国も頑張ったけれど、やっぱり四面楚歌やからな。じわじわと押されつつあるわ。九州の兵士も到着し、圧倒的大軍で攻め込んでいる。これ四国の人口より多そうなんやけども。四国そして東北をそれぞれ攻め落とし、両者ともに高校の憂いをなくした。かなり兵力差がついとるな。最初に攻め込んだのは東軍。東軍は西軍よりも早く東北を落としていたため、関西に来るのが早かった。攻撃の線がすごいことになっとるわ。まだ西軍の防御が固まっていないから、西軍の領土がかなり広い範囲で取られている。これは西軍きついな。しかしここで西軍の主力九州の軍が到着。メインの部隊や。彼らは強力な兵士、三方向に分かれ、琵琶湖周辺を中心に東軍に反撃を見せた。なんかかっこええな。損耗していた東軍はこれをとどめきれず、ずるずると各拠点が陥落。西軍強すぎへん？みっちゃんの代わりに総大将となったのが毛利家だからね。やっぱり武将が総大将となると強い。その世界戦も見てみたかったな。あっという間に関西を取り戻し、逆に関西から東へ進攻を始める。これ東軍防ぎきれるんか？東軍は東北から主力が到着し、北陸や愛知で西軍を押しとどめ始めた。愛知方面の進軍は止まったけど、それでも北陸は西軍に押されとる。まだ主力の一部だけだったからね。今じわじわと東北の主力が合流し始めた。ほんまや、すごい勢いで押し返し始めとる。だけども東海方面、こちらはずるずると攻め落とされ、とうとう静岡までの進軍を許すことに。あかんな、静岡やともう江戸の目の前や。東軍の本拠地を落とされてまうぞ。本拠地落とされても問題ってあるのかな。あ、西軍の勢いは衰えず、とうとう長野まで進出し、旧真田領の奪還も成功。どこの勢力が大きくなっとるかと思ったら、豊臣の勢力が大きくなっとるみたいやな。毛利家かと思った。すでに一つの勢力としては徳川と並ぶサイズや。西軍東軍で見た時はまだ東軍のが規模は大きいけど、ね、いやもう西軍のが大きくなっとんぞ。いつの間に。ここから東軍は西軍の攻撃を防げるかが肝やな。東海、北陸方面で快進撃を続ける西軍。彼らの進軍速度は速く、東軍の主力、南部家の軍が到着する前に各地を落としたことにより、ここまで急速な拡張をすることができた。最初はガンガンに負けとったけど、関西を取ったあたりから一気に伸びてきたな。しかし東軍も負けておらず、要所要所で西軍を撃退。一時は北陸を大きく取り戻すも、戦力が偏ったのか、その隙に関東の大部分を失墜。あーあーああ、本拠地が。徳川は北へと逃れるも、さらに西軍が激しく撃墜する。急戦解かないんやな。西軍は本気。こんな小さいところにも住民の10倍近い兵士を送るくらい本気。何この数、ありのすかな。頑張って抵抗していたイエッチも最後には追い詰められ滅亡。イエッチが滅亡したことにより東軍は崩壊。東軍についていた勢力も豊臣、毛利の勢力に属することとなり、その後400年続く大阪幕府が始まったという。